今日の不思議の舞台はアルプスの南側の国スロベニア。スロベニア人はアルプスの麓に広がる自然と共に暮らしながらある技術を発展させてきた。それは蜂を飼い蜜やろうそくを作る養蜂である。ようこそいらっしゃいました。ブラネさん、今から蜂を見せていただくということなんですが、私はねこんなに重装備なのに、ブラネさんをご覧ください。とっても軽装です。ブラネさん、こんなに薄着で大丈夫ですか？もちろん大丈夫ですよ。じゃあ行ってみましょうか。あ、カラフルで可愛らしい巣箱です。色を分けているのはミツバチが自分の巣箱を識別するためだそうです。聞こえます？すごいブーンブーンってあちらこちらから聞こえてきます。これ全部で何匹いるんでしょうか？クリミリオネ300万です。300万匹すごいですね。ブラネさん、蜂に全く刺されません。なんで？ブラネさんは5歳の時、ひいおじいさんから1匹の女王蜂をのれん分けされ、以来50年以上蜂を育ててきたそうです。蜂は飛んでいませんね。わーわー、すごい。ブラネさんは素手で巣箱を扱っています。でも刺されることはありません。優しく扱っているからでしょうか。私はこの小屋でミツバチと一緒に眠るのが一番落ち着くんです。スロベニアではミツバチは家族同然のようです。勇気を出して私もネットを外してみることにしました。ちょっとドキドキしますね。すいません、ありがとうございます。なんか視界がクリアになった。ほうほうほう、全然恐怖心がありません。消えました。こちらがね、優しくすれば相手も優しく、なんか勉強になるな。ありがとうございました。何でしょうから。ミツバチが大切にされてきたことを示すものが博物館に残っていた。どの絵も色鮮やかで素朴な雰囲気がとっても可愛らしいですね。実はこれらの絵は蜂のために巣箱に描かれたものなんです。本当に大切にしてきたんですね。巣箱はこのような形で木造の小屋にタンスの引き出しのように収められていた。たくさんの絵が並び、まるで村の美術館のようだった。絵は聖書の場面や村々に伝わる昔話だった。女の人はよく喋る人が多いですよね。そういう女の人は悪魔に舌を削られているんです。よく喋る人気をつけましょうね。養蜂はアルプスの自然と共に生きるスロベニア人のアイデンティティの一部と言われている。豊かな自然があって初めて良い蜂蜜が採取できるからだ。そして蜂が蜜を集める花には日本人におなじみの植物もあります。そばは秋に花が咲きます。スロベニアの冬は厳しいので、蜂が冬を越すための体力を蓄えるのに大切な花なのです。もうあれを見た瞬間に、あ、これはそばでできてるなと思う。それ以外ない。瞬間ですか？クレープさんのそば食べますか？クレープ、おそばのクレープいくらでもあります、うん、じゃあもうバンドさん付け加えることはないですか？いや、私の育った長野では徳島だし、はい、という皆さんの答えです。正解された方の中から抽選でクリスタルひとし君にこちらの、はい、三つ編みが素敵なブラネさんが作った蜂蜜蜜ろう、そして蜂蜜入りクッキーをプレゼントいたします。それでは皆さんは答えの自信度を示してください。どうぞ。